どうも、マルセロ事業プロデューサーです。今回は書籍コミュニティ作りの教科書について解説します。本書は2020年6月というコロナ初期に発売されています。リアルからオンラインへのシフトがメインテーマの一つとなっていることからも時代の流れを感じます。オフライン、リアルの価値が叫ばれる昨今とは隔世の感すらあります。イベントポータルサイトとして有名な PTX 社の共同創業者藤田裕二氏、コミュニティアクセラレーターの肩書きで活躍されている河原あずさ氏のお二人による共著本。私自身がコミュニティビジネスに携わっていることもあり、答え合わせできないようでとても参考になりました。心理的安全性のあるコミュニティを作る4つの力。1、共感・傾聴力。2、分析・プロセス設計力。3、時間・空間デザイン力。4、行動・発信力。コミュニティマネジャーに必要なコミュニティ思考3要素。1、ビジョンを行動基準にする。活動の目的を言葉にして、それを軸に行動する。2、仲間と対等に接する。心理的安全性をベースに対等な人間関係を構築する。3、仲間のために動く。仲間の目的のためにできることを考え実行する。3コミュニティの法則。活動に積極的に関わる子は1と、数回に一度はイベントに参加する程度の常連2、そして新たな参加者の新人3です。コミュニティが程よく活性化するのは、この3つの丸の構成比率が1対1対1の状態の時。コミュニティ全体の規模が大きくなっても、コア1がコミュニティの柱を担い、常連2が場のエンジンとなり、新人3がフレッシュなアイデアや人脈を連れてくることで活力が維持されます、と著者は解説します。コミュニティの停滞要因。コミュニティが停滞するのは、内輪の集まりになってしまった時です。新たな参加者が入りにくくなり、結果的にコミュニティ全体が衰退します。停滞を避けるには、コミュニティの状態を定点観測することが不可欠です。定期的にアンケートを実施して、コミュニティ参加者の意見を集め、イベントやコンテンツ配信の内容を修正しましょう。これは私自身、さまざまなコミュニティの運営や参加に携わって得た肌感覚とも一致します。また以下で紹介されている具体的な事例も参考になります。有料イベントと無料イベントの当日の参加率を比べると、事前に支払いを終えた有料イベントの場合、参加率は 85%、 これに対して無料イベントは 59% にとどまりました。休憩時間は5分ではなく10分15分取りましょう。休憩時間に入る際に、イベント主催者が登壇者に話しかけましょう。参加者同士で名刺交換しましょうと交流を促せば、より会話がしやすくなります。懇親会ではパックマンルールが有効です。これは懇親会で人と話すとき、必ず他の人が輪に入れるようにスペースを空けておく決まりのこと。一方、オンラインツールは Facebook や YouTube ライブ等が推奨されており、今や定番となりつつある Discord には触れられておりません。ここに3年半の時の流れを感じます。こうしたツール以外はほぼ今でも通用する内容なので、コミュニティ作りに興味のある方、あるいはすでにある程度経験のある方向けの答え合わせやチェックリストとして活用できるのではと思います。以上となります。高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。